調査プロジェクトとして、これらのメンバーで、今年度、また、第2期が始まりましたが、代表の成松先生はちょっとヒューポーの方でスペインの方に行ってますので代理で木下が発表させていただきます。今年から今までの第1期の方で調査統合データベースを開発されてきまして、今年度からは国際調査構造リポジトリも開発することに始まりましたのでそれについて発表させていただきます。その前にちょっと調査の機能について簡単に紹介しますが糖鎖はタンパク質の翻訳後就職の一つで、さまざまな機能をタンパク質に与えるということが知られています。レクチンやホルモン、などに結合したり糖鎖、の、タンパク質の代謝、タンパク質の品質管理も糖鎖、によって、行っているというのが分かっています。それで、もう長年糖鎖の研究が進んでいまして、89年の時点では、一応糖鎖構造のデータベースがアメリカの CCRC というか、糖鎖センターみたいなアメリカの糖鎖センターのところにありましてカーボバンクと言いましたが、それが今年になっては世界中にさまざまな糖鎖関連のデータベースが開発されています。そこで、日本ではケークのケークグライキアのデータベースと、JCGGDB 産総研で開発されたデータベースがあります。これらの背景を踏まえて、今回の、プロジェクトでは、これらのデータベースが存在しますが全然連携していなかった問題がありました。なのでここに搭載構造があっても同じ構造がユニカーブ同じかどうかは、搭載構造の分岐した形の構造の比較をする必要があって結構難しい問題でした。一応 GlycomDB というデータベースがそれを統合しようと、した、わけですがこの更新も大変でしたし、どんどんデータが追加するたびにまた GlycomDB の方でスクリプトを走らしたりして、結構手間がかかっていました。またジェンバンクのようなデータベースがなく、アクセッション番号が搭載構造にはなかったので、それを開発することを、一番の目的と、しました。それに従い搭載構造を、表せる標準形式も必要になりましたので、それも開発することにし、また、第一期で、作ったデータベースをさらに拡充してまた新しい実験解析技術も、開発されていましたので、産総研の方でこのペプチドや、レクチンマイクロアレイのデータも、統合するっていうことを、本プロジェクトの目標としました。で JCGGDB ですがちょっと、これまでのデータベースで、産総研が主にさまざまなデータベースを作ってきました。糖鎖関連の遺伝子のデータベースや、レクチンデータ、ツーマーデータ、パテントとか、外交コードもないです。さまざまなデータベースもあり、他の共同研究で、さまざまな糖鎖関連のデータを、横断検索できるようにしたシステムが開発されました。でこの中で、レクチンデータが2つちょっとピックアップしますが、レクチンデータ、レクチンフロンティアデータベースというのがありまして、タンパク質で糖鎖を認識するものをデータベース化して、この FAC というフロントオーセンティッククロマトグラフィーという技術を使って、糖鎖とどれぐらい結合するか、その親和性を測る技術の結果をデータベース化しています。例えばこのグラフを、この横軸が糖鎖なんですけど、この糖鎖、このレクチンに対してはこの糖鎖をと結合する力がどれぐらいあるかとかっていうのをグラフ化されています。また、糖鎖はタンパク質とすごく関係がありますので、外国プロット DB というのを作りまして、アミノ酸配列上にどこが収縮されるかっていうのをレクチンを使って、検出して、データベースにしています。で例えばこのタンパク質のアミノ酸配列ですが、そのどの部位に、ポテンシャルと実際に確認された部位があるかっていうのが分かります。
詳細画面がこのように、基本 N グライキャンはこの、N 残基に結合しますので、そのペプチドの配列や、どのレクチンがどの臓器でそれ、ここに、糖鎖が結合しているかというのが、可視化されています。詳細ですが、で、これらのデータを今回のプロジェクトで、RDF 化することにして、4月からその作業に入りまして、外交プロット DB と LFDB の、オントロジーおよび RDF 化はもう、完了した状態です。この半年間の間で、これがこれぐらい、この2つとあと GDGDB、PACDB、この2つも、今日ポスターがありましたが、RDF 化しているところです。また、立命館大学の方で外交エピトープ DB もありますが、これもオートロジーと RDF 化がありまして、UI が今開発中です。もう一つ一番新しいのが外交サイト、というもので、外交プロット DB の方はアミノ酸配列タンパク質側の、情報でして、糖鎖構造自身どういう構造がくっつくかっていうのが分からなかったので、外交サイトでその構造の方も、MS で、決定しましたので、その情報を、今 RDF 化しているところですので、これができれば外交プロットと合わせてタンパク質糖鎖両方が、今度見れるようになります。今まではこういうデータはありませんでしたので、日本からこういうのをどんどん発信していきたいと思っています。でリポジトリの方ですが、もう一つの問題がデータベースがありますが、構造がこういう分岐した形 になっていますので、糖鎖がこれをどのようにして書いて検索したらいいのかとか、一つの糖鎖構造について情報を一箇所に統合できないか、糖鎖構造や関連情報をデータベースに追加するのにどうしたらいいかとかっていう、問題がありまして、このようなさまざまなデータベースの中からこれを、リポジトリを作って解決したいと思いまして、これは実は前から海外でも言われてた話で、2012年の夏にアメリカの CCRC でグライスペースという概念が提案されまして、グライは糖鎖のグライキャンのグライを取って、そのネームスペースということで、糖鎖構造のネームスペースを、グライスペースと呼んで、作ろうと。でこれが NCBI かどこかでステーブルで永久的に範囲的に、維持される、スコープは構造と ID のみで、検索できて管理ちゃんと整備されているものを提案されましたが、何も資金も何もなかったのでそのまま提案のままでした。で、それで ACGGDB でこのプロジェクトで、国際連携ということで中国で、アメリカやロシア、ドイツ、韓国、中国、の方々がみんな糖鎖関連データベースに関わっている方々をと集まって、こういうインターナショナルリポジトリを作るアイデアを決めまして、日本がそれをリードして作るということが決まりました。でその概要がこういう図でまとまっていますが、研究者が糖鎖構造を登録してこういうリポジトリから ID が発行され、その ID を使って、論文を投稿します。そうすると、糖鎖構造に ID がつきますので、その ID だけで、構造を比較する必要なく、同定することができます。で、雑誌にパブリッシュされましたが、今の存在するデータベースがそれらを使ってアノテーションしたりキュレーションしたりして、この ID とともにデータを登録する。そうすると、あとRDF 化で共有もできるようにして、すべてが統合できる形にしたいと、そういう想像、形にしたいと考えていました。でそこで今年度、作ったのが、グライトーカンというリポジトリの名前です。
動作を、まあ、英語で言うとグライキャンなので、この間を使って、当の間で当間にして、で実は当間っていうのはあの大橋なんです。この明るい口バッチが持っている通りなんですけど、ですので、外当間という名前で、海外でも分かるような、立法寺の名前にしました。で、まあ、間の中にいろんな動作構造が、入るようなものにして、グライトーキャンを、もう ORG も取っています、そして同時にアメリカの方も実はグライスペース .org っていうプロジェクトが始まりまして、リポジトリを作り始めていたので、一緒に協力しようということになりまして、そちらの方でいろんなウェブサービスとか、まあ、実は RDB を使って、システムを作ってもらいました。でそこで私たちがバイトーキャンとしてウェブページ、ウェブインターフェースを、まあ、このウェブサービスを通し使いながら、提供して、ユーザーが分かりやすい、扱いやすい画面を、開発しまして、でこれからはグライコンインフォというソマティックウェブのエンドポイントとしても、RDF のデータを全部、ここからアクセスできるようにして、スパークルで検索できるように、する予定です。で、こちらが実際のワイトーケンの画面ですが、はい、検索が、まあ、登録ですね、当社を登録するときには、現在は文字列とファイルアップロードだけですが、あと描画できる画面も今開発中です。でここに動作構造を描画、コピーペーストして、サブミットを押すと、この構造が、正しいかどうか、変じゃないかっていうのを確認して、画像として描画します。でこれで、実際もうすでに存在している場合は、そのアクセッション番号が表示されますが、ない場合は、それをクリックしてサブミットできるようになります。で、実際、今登録されている動作構造が1326個あります。これは、人が実際に、マスのデータから動作構造として認識して確認された動作構造です。で、真ん中に、その一覧が表示されて、その動作構造とマス、質量の値、モチーフを持っている場合、モチーフというのはよくあるパターンの動作構造を持っている場合、あとはクラスとか、投稿された方と、日時です。で、この、左側で、フィルタリングできるようにして、簡単にマスの範囲を絞ったり、モチーフに、絞りたい場合は、例えば A 型の動作構造だけにしたい場合とか、あとは担当の数、持っている担当の数で絞ったりすることができるようになっています。なので、できるだけもう人間が、客観的に見て使えるようにしています。あと、プレファレンスも作って、動作構造って実は今まで見せた CFG という形式以外にも、オックスフォード、ヨーロッパで主に使われている形式がありまして、それも画像で表示できるようにしました。ので、さっきの画面をオックスフォード形式にするとこのように対応しています。で、検索方法としては、あと ID 番号、構造を描画して、それに一致するか、一致する場合、完全一致する場合と、部分的に一致する場合の検索、担当の組成と先のモチーフで検索できるような機能が今入っています。で、これらのデータベースの開発者と一緒に、バイオハッカソンに参加させていただいたときに、グライコン RDF という、標準形式も、作りましたので、セマンティックウェブで動作構造を表すときのオントロジー、まあ、この一つに、まあ、みんなで共有して、使えるようにしましたので、これらのデータベースはすべて RDF 化されています。したがって、今後はグライトーキャンとも、リンクして、お互いの検索、スワークル検索で、データを取ってくれるように、していきます。また、ワークスという、形式が、Web3 のセマンティックウェブの、動作構造を表す形式として、論文にもなりまして、これも、これからの外貢献で使えるようにして、この特徴として他の形式では表せない動作構造も表せる
という利点がありますので、特に曖昧な構想とかがよく文献にありますから、そういうのをワークスで表現できるようにするツールも作っていまして、はい、開発中です。まとめの手前のスライドですが、さっきの画面では、言った通りです。ここに該当権が、今来まして、すでに、夏に、学会がありましたので、そこで、発表しました。で、今セマンティックウェブ化の方で、RDF プルフストアを作ったりして、RDF でセマンティックウェブ技術、この間のデータベースとの連携ができるように、また11月に集まる予定です。はい、なので、今後の予定としては、グアイキャンの機能の、改善として、グアイコー CT 以外の形式で、登録できるようにする、描画ツールによる登録検索、あと実は言語も選択できるように、できるような機能を入れています。現在、日本語と中国語もできまして、ロシア語は今、翻訳中で、ドイツ語の方も知っていますので、ドイツ語も近々できそうです。もちろん英語までもちろんできます。で、具合統計のデータをアルディフ化して、ユニプロットや、パブケムとの、連携、そして JCGGDB のアルディフ化のデータで、すべて連携できるように、もちろん TPP の今回 の, プロジェクトの統合データベースとの連携も、していきます。で、最終的にはジャーナルがこれを、アクセプトして、条件、論文を投稿するときの条件として、該当権を入れるようにしていただけるのがベストなので、それをどんどん普及させて、使えるようにしていきたいと考えています。はい、なので、スマンティックウェブ技術を通して、これから本当に今までは分散していたデータベースが、本当にデータ、タンパク質、遺伝子、さまざまな資質も含めて、統合して、当社の本当の機能がこれで明らかになれたらいいなというふうに考えています。それが最終的な目標だと思います。はい、以上です。